方、マンチェスターシティさん、悲願のチャンピオンズリーグ初優勝きたー。マンシーがついにチャンピオンズリーグ初優勝で3冠達成、ロドリの前近弾でインテルを 1-0 撃破、イタリア勢はエル、エクル決勝に続き3連敗、うおー。シティ悲願の優勝おめでとう、シティ初優勝、3冠達成、卒業おめでとう。シティがついに優勝か。予想通りマンシーはリーグ終盤の調子悪さがそのまま出た感じの試合だったね。ハーランドは何もできなかったし全員ボンミス多かった。まあそれでも勝てちゃったけど、最後のコーナーも惜しかったな。ペップようやく求められた結果を、しかもトレブル、金は強し、シティは優秀の美だな。そして10年間、にわたる財務不正の罰が下ってどうなるか。シティはやりきった。これだとバロンドールはメッシだな。3冠達成か、イングランドチームが3冠と買いつぶりかな。めちゃくちゃ面白い試合だったな。半分審判のおかげだろ。シティ初優勝なのか、チャンピオンズリーグ以前はどうだったのかな。ないだろ、アブラマネー入る前は寝たチームだろ。モムはルカクでいろんないな。先般ルカクやろ。シティがチャンピオンズリーグ優勝できたならプスグがクル制覇するのも近いな。決勝イタリア勢は全敗か。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。